今日もね、素晴らしいぐらいな晴天。いよいよお盆休みも最後ですね。今日は8月15日、終戦の日となります。いつもでしたらね、東京にいれば靖国神社に行くんですが、今岡山にいますので、一応やっぱり護国神社となります。各県ね、護国神社あると思いますが、岡山にもね、護国神社があります。はい。心斎大師の近くですね、東山にあるということで、護国神社行って、英霊の、御霊、ですね、御霊祭に参加したいと思います。では、バイクで行ってまいります。はい、今日はですね、東山に行きました。岡山の東山ですね、護国神社ですね。岡山県原爆被害者の日というのがあるんですね。旭日旗、これは軍艦旗ですね。岡山県全海軍ね、菊水慰霊塔、菊水作戦の慰霊塔ですかね。菊水作戦って岡山県の人が多かったんだな。はい、これは軍艦の砲弾ですね。海軍平和園。はい、でこのままね、奥へ行くと護国神社ですね。こうね、大きな野球のスタジアムがありますね。ここは試合がね、十分できますね。広いね、芝生の整備された。ここに来るのはね、確かに2回目になります。前に来たのはね、去年の9月かな、着任したばかりの時に護国神社を調べてやってきました。現在午後3時なんですが、蒸せるような暑さですね。岡山県神社社と、ね、女神の、平和の女神という像があります。では護国神社参拝してまいります。我が家系もね、戦争で、戦地で散った方がたくさんいますので、ね、皆さんもそうでしょう。310万人が亡くなったと言われています。護国神社ですね。夜になるとね、これで明かりがつきます。見たもんだよね。平和記念館ってのがあるんですね。戦地で苦しかったでしょうね、亡くなられた方は。かなりね、大きい神社になると思います。
ゃあ一礼、午後7時に、満潮見たま祭典ね、確かね夜になるとねこれ全部明かりが入ります。参拝いたします。参拝を済まして帰宅します、はい、ほとんどね来てないですね、誰もね。なぜなんだろう、これ東京だったらねすごいんですけどね、岡山だと全然護国神社に来ないですね、うん、広島もそうだったな、うん、あと仙台もね青葉城の中にあります。広島は宇城の中に、お城の中にあるんですね。岡山城の中にあればね、やっぱり違ったのかもしれないけど、ここね、東山、町から外れてるので、交通便はね、とても悪いですね。うん、場所がね、良ければね、もっと、ね、良、うん、かったかもしれないけど。盆踊りも夜やるのかね。盆踊り会場ができてます、うん、ただお店が全然出てないんでね、なんか寂しいような気がする。こういったことないけど、なんか見れるのかな、行ってみよう。行ってみようかな、平和記念館。あ、見たい方は電話しないといけないですね。あ、ちょっとね、見学しておこう。海軍士官ですね。うちの家族はこのニューギニアというところ、東部ニューギニア戦線というところで亡くなったって聞いてます。最南端なんですね、ガダルカナル島の近くなんだ、補給を断たれてしまった地域らしいですね、はい、うん、もともと満州に着任して、関東軍で満州国建国の時の戦闘に参加して、その後太平洋戦争の時には南方作戦でシンガポール攻略、最後ニューギニアに到達してニューギニアの守備隊にいたそうなんですね。それが一切補給がなかったということらしいですね、聞くところによると、ね、はい、まあね、戦う前にね食事ね餓死してしまうというのもなかなかね大変な戦況だったんでしょう、うん、あ、こちら皆さん、
こうやって見ると海軍が多いんですね。これは信濃の地図ですね。すごい数の慰霊の写真があります。ビルマ戦線か。ビルマ戦線も大変だったのかな。あ、軍刀、そう、家にありますね、軍刀。ね、ああ。これね、授かった将官の名前が入ってましたね、うちのは。確か奉天に哀悼を授与するということでね、特別に将官からいただいたのかどうかわからないですかね。あ、これが岡山の昭和20年の爆撃の跡なんですね。すっかり焼け野原。ひどいもんだ。これね、岡山市だけじゃなくて、もういろんな町から兵隊に取られていったんですね。まあ、うちみたいに職業軍人だと、ね、あれでね、ですけど、徴兵で行った方は、本当に。ね、では見学を終わらせました。見学しました。まあ、太平洋全域ですね、に、散っていった、岡山県のですね、男性、兵士に、皆さんね、では、護国神社ですね、終戦記念日の護国神社、岡山なんですけどね、このように閑散としたようなね、ところでした。車あるんだけどね、参拝してる人ほとんどいないです。ぜひね、二度とね、こういう戦争の、ね、悲劇を生まないためにも、やはりね、見に来た方がいいです。ね、写真で並べられていた皆さんですね、岡山県出身の兵士の皆さんの犠牲のもとにですね、平和が今、我々手にできているということをね、忘れてはいけないと思います。だから努力しなきゃいけないんですね。頑張ってね、平和のために、常にね、考え、行動しないといけないと思います。はい、では、今日は護国神社でした。以上です。